アレクサンドリアの聖カタリナは、1598年から1599年に、イタリアのバロック期の巨匠、ミケランジェロ・メディージダ・カラバジョが制作した、油彩画である、マドリードのティッセン・ボール・ネミッサ美術館に所蔵されている。本作は、フランチェスコ・マリア・デル・モンテ・スーキ教のコレクションの一部で、あり、1627年に目録に記載された。聖カタリナは、 マグダラのマリアと共に、数奇教のお気に入りの聖人であった。アレッサンドロツッカリによれば、本作はカラバジョがマダーマグーで、数奇教と一緒に住んでいた時、数奇教の提案に基づいて描かれた。聖人のモデルとして、カラバジョは、自身が恋に落ち、多くの問題を引き起こされた有名なローマの売春婦、フィリーデ・メランドローニを選び、物議を醸した。フィリーデはまた、 マルタとマグダラのマリア、ホロフェルネスの首を切るユーディット、そして第二次世界大戦中にベルリンで消失した単身肖像画で画家のモデルとなった。アレクサンドリアの聖カタリナはカトリック教会の図像学で人気のある人物であった。その資質は美しさ、果敢、諸女性、そして知性であると考えられている。彼女は高貴な執事であり、 宗教的原始を経験した後、キリスト教徒として自身を捧げた。18歳の時、彼女はローマ皇帝のマクシムスと対峙し、異教の哲学者たちと議論し、哲学者たちの多くをキリスト教に回収させることに成功した。カタリナは皇帝に投獄されが、皇后と軍の指導者を回収させた。皇帝は回収者たちを処刑し、カタリナ自身を車先の刑にするよう命じた。 しかし、カタリナが車輪に触れた瞬間、車輪が粉砕されたという伝説がある。マクシムスは、その後、カタリナを残死刑にした。カタリナは、図書館や図書館員、教師、アーキビスト、そして知恵と教育に関連するすべての人々、そして生計が車輪に依存していたすべての人々の守護聖人となった。カタリナの殉教の年は、 伝統的に305年であるとされ、彼女の祝祭日は11月25日となった。1969年、カトリック教会はカタリナを成人列史から外し、カタリナはおそらく存在しなかったという歴史家の圧倒的な意見に同調することとなった。2002年の時点で歴史家の大多数は考えを変えていないが、教会は考えを変え、カタリナは復活した。 すティビンとテルキャラバジオイエル。イコノグロフィアレリーフーをさネる。エタデラコントローリフォーマ。アレッサンドロズッカーリ。ストーリアイトラディツヨーネネル。イコノグロフィアレリーフーをさでるキャラバジオ。イン・ミケランジェロ・メリシダ・キャラバジオ。ラビータ。イール・オペレ・アトラベル・ソアイド・コメンティ。AC ・ディステファニア・マッチョチェ。ローマ。ローガート。1995。ピアニッシモ。289から 308. スフィライド、リカルド・バッサニ、フローラ・ベリーニ、キャラバジオ・アッサッシの、ローマ、1994、P26、N20、ピーター・ロブ、ML、エニグマ・キャラバジオ、CIT、ピアニッシモ、95から97、イル・リトラット・スコンパルソ A、バーリの、チェフィライド・レスティチュー・アルスオアマンテ・フィオレンティーノ、ジュリアス・ストロッチィ、エラ・ネル、 インビンタリオジュースタニアにアンコーラネル1638クアンドシトローバサイテートカムコルチジアーナフィライド CFRCL フロマル CITP25 マウリツィオマリニミケランジェロメリシダキャラバジオ CIT ピアニッシモ391イスズありがとうございます